FC 周り応援番組「いこうゆめスタ」「がんばれ FC 周り」J3 で戦う FC 周りを応援する番組「いこうゆめスタ」「がんばれ FC 周り」この番組は FM 愛媛と FM ラジオバリバリとの共同制作でお送りしていますこの番組はイオンモール今治新都市の提供でお送りします イオンモール今治新都市からのお知らせです「FC 今治でお得と題し当日の試合チケットもしくは2020シーズンパスまたはセーラーズカードのご提示でお得なサービスを実施中各専門店ではレジにて5%オフなど特典満載ですぜひイオンモール今治新都市へそれでは FC 今治の最新情報を FM ラジオバリバリパーソナリティーナナさんと FC 今治スタッフの毛利さんそして中島さんが伝えてくれます FC まわりもおりひろですよろしくお願いしますはい、えー、今日は初登場よろしくお願いします FC まわりのマーケティンググループの中島恵太ですはい中島さん初登場よようこそありがとうございますはい来ていただきましたので今日金井さん不在なんですが、えー、中島さんとそれからもおりさんとで届けていただくという今日の情報です、はい、金井さんちょっと逃げちゃったのでそうですねここはもうもおさんから <laughs> 結果報告していただきたいと思います試合が夢スタでありました 10月25日の試合、結果報告を、モーリーさん、お第23節、鎌田まレ・れ、讃岐戦、四国ダービーみたいな形ですね、結果は0対2。0<ー>対2。0が先に来た。ゼロが先に来ましたねと、はい<ー>ゅうことで、讃、え、岐、ー、戦、うん、残念ながら。 勝利ならずいや本当に残念ですね前期は勝ってたのにっていうのもあったんでさのきに行って勝って帰ってきたっていう試合だったんだけど、うん、夢スタで残念負けてしまいましたねしかも前半のこの一点取られたシーン、うん、結構崩されてましたね崩されてましたねし後半もう一点、うん、そこで叩き込まれて結果 ゼゼロ対2ゼロ対対もう一回言わせるんですよそこ,ここはもうちょっと、うん、やっぱ、うーん、負けてほしくなかったな、やっぱ夢さで勝ってほしかったな、たくさん、まあね、2000人を超えるサポーターの皆様にもご来場いただけたのと、あとビジター席に、まあ本当に香川から多くの皆さん来てですね、すすねやっぱそこのこうさぬきの。 後押しはちょっと大きかったかもしれないですね正直、圧倒されましたね、300人、チケット300枚、約300枚、完売しまして、当日券も完売して、人そのうちの300は、もうさぬきから来てた皆さんたちでしたということで楽しそうに帰りましたね、楽しそうに帰ってたと やっぱり、<laughs> そらもうやったぞということで、えー、盛り上がっていたんですけども今治はちょっとね残念、天気は良かったんだけど天気良かったです、ね、天気めちゃくちゃ良かったし素晴らしい環境でしたあゲストもね <laughs> 吉本から結構、フットボールパークの方もにぎわって、まあ、そこでまた金井さんが。 MC を務めてもうどっかんどっかいや僕いなかったんであれだったんですけどどっかんどっかなってたと地面揺れ,揺れてたという噂は聞いてますで揺れてかないで揺れてたかどうか分からないですけど <laughs> 吉本芸人さんたちがすごい熱量でねそうですね、はいまあ、そういうこと発表もあってからのやっぱこうチケットの売れ行きもかなりね そういうイベントも多くなってそんな、まあ、試合で残念ながら勝利ならずですでは現在の順位こちら中島さんからはい、えー、23試合を終えて FC は割の順位は現在8位、えー、勝ち点338勝9分け6敗上位に食らいついていきたいところの順位ではありますはい、えーまあ、J 昇格権の 2位との勝ち点差9変わらずということになっていますでその次節の鹿児島戦これはアウェイということでマバリも鹿児島に行って試合がありますはいこちらの試合に関する情報森さんお願いしますはい次節ですが10月31日24節ですね鹿児島ユナイテッドとの試合白波スタジアムはい鹿児島で行われます、ね、3時キッコフ <laughs> アウェイツアー 泉観光さんで、うんまあ、25、6人集まっているというふうに聞いてますのでうちの,あのラジオバリバリ、えー、社長も参戦するということで、ただ、ね、参加するので <laughs>、えー、行ってきますと、応援行ってきますということでして。 いやまあ、あのこちらのツアーの方もまも、あ、もちろん試合を見るのがメインではあるんだけど、うん、ちょっとか鹿児島観光とかも、ね、入っているということで、行かれる皆さん、応援とともに鹿児島を、ね、満喫して帰っていただきたいなと思います、えー、この鹿児島が順位が、まあ、上です、えー、現在6位の、で勝ち点でいうと、まあ、今、37で、うん、今治33なので、ここはもうしっかり勝ち点3を取って詰めていきたいんですよ。でまあ,あー ダゾーンでね、えー、応援皆さんよろしくお願いいたします。はい。さあそして、えー、次の試合になるんですが、あその試合に関する情報中島さん。え次回のホームゲーム十一月三日火曜日一時からガンバ大阪アンダ二十三との試合あります。えー、この試合なんですけども、えー、いつもより開門時間を一時間早めた方がいいのかなっていうことを今スタッフ同士でも話しています。 あの最近、本当に多くの方にメっさに遊びに来ていただけるようになって、少しずつブースも盛り上がって、昨のはうどんに大行列ができたりとか、カレーに大行列ができたりとか、本当、皆さん楽しんでいただいているので、その時間を少しでも多く設ける方がいいんじゃないかなというふうに考えていまして、ちょっとまだ調整はあるんですけれども、チケット販売の開始までには、必ず皆さんにあの正式な報告をしたいというふうに思っていますので、もう少しお時間をいただければなと思っています、詳細はあの公式ホームページに改めてアップしたいというふうに思っています。 で11月3日なんですが、この日は祝日です、文化の日です、はい、お休みの皆さんも多いと思いますし、来てくれるんですかきっと、はいボランティアもよろしくお願いします、えーあ。ボランティアの方もね、よろしくお願いしたいということです、チケットなんですが、こちら、えー、先行発売は10月の27日から、一般発売は10月29日から開始ということで、ここもビジター席がもちろんありますありますということですね。 大阪から、飛行機もね、うん、前回、森さんからも話があったように、うん、夢めスタとつなぐバスも出るから、うん、そうですね、夢スタ直行号ですね、そう,そ,うすそうです、そうです、出ます、出ます。また詳しくはぜひね、FC いまわりのホームページなどでチケット情報もチェックしましょう、はい、この11月3日の詳しい情報は、森さん、また後ほど、はい、後ほどアップしたいんですが、えー、この日はユニチャームマッチデーと。 なってましてユニチャームさん毎回ブース出していただいて盛大に盛り上げていただいてるんですがここで爆発させようと担当者が気合い入れてましたので<お> <laughs> すごい気合が <laughs> 爆発爆発させようとうマジで <laughs> 盛り上げよう何か起こりますね起こりますね確実にわかりましたじゃあ皆さんどうぞご期待ください <laughs>、はい、ちなみに吉本の芸人さんがまた来るとか来ないとかっていうのも、うん <laughs> 調整中で調整中でございますわかりましたナナさんは来るとか来ないとかは私もスピンゴマッチの放送終わってありがとうございます駆けつけ出るかな出るか出るね出るね出るねはいわかりました FC 今治応援番組いこう夢スタ頑張れ FC 今治この番組はイオンモール今治新都市の提供でお送りしました